はい、折り紙で作る季節の箸置き、今回は8月のほおずきの箸置きをご紹介します。では早速作っていきたいと思います。まずご用意いただくのが10センチ ×10 センチの折り紙になります。こちらをまず長方形に半分に折っていきます。はい、今度は、正方形に半分に折っていきます。はい、中を開いて三角に折りつぶします。裏返して同じように三角に折りつぶします。はい、今度はこの右の頂点を真ん中の頂点に向かって折っていきます。左側も同様にこの左の頂点を中心の頂点に向かって折り上げます。裏返して同じく右の頂点を真ん中に、左の頂点を真ん中に向かって折り上げていきます。はい、今度は、折り上げたこの頂点をこの右の頂点に向かって折り目をつけます。そして一度戻して今度はここにできた頂点に向かってこの頂点を合わせて折ります。左側も同様に一度こちらに左の頂点に向かって折ってあげて一度戻してできた点に向かってこの頂点を合わせてあげます。裏返して同じことをしていきます。この頂点をこちらに、一度戻してこの頂点をこちらに向かって折ります。左側もこの頂点をこちら、一度戻してこの頂点をこちらに向けます。はい、今度は、右のこの頂点をここに向かって中心のこの点に向かって折っていきます。左側もこの左の点をこの真ん中の点に向かって折っていきます。
裏返して同じようにこの頂点を真ん中、左の頂点を真ん中に向かって折っていきます。はい、今度は、この三角の部分をこの中に、この袋の中にしまい込んであげます。はい、左側のこの三角をこの袋の中にしまい込みます。はい、裏返して同じように、この三角を袋の中に入れていきます。左側も同じように、はい、出ました。ここまでは、風船の作り方と同じだということがわかると思います。ここからですね、ほおずきの形に近づけるためにこの線をこの中心に向かってここを基準に折り目をつけていきます。はい、左も、この線をこの中心に向かってこの点を基準にしてオリ線をつけます。こんな感じです。裏返して同じようにこの線をこちら、この線をこちらに中心に向かって折っていきます。はい、そしたら、広げていきます。少しずつ引っ張って立体的に形を整えていきます。はい、形を整えれば折り紙の完成です。こちらに箸を置いてあげて、はい、折り紙で作る季節の箸置き、ほおずきの箸置きの完成になります。ぜひ皆さん簡単なのでやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。